そこでですね、第1回〇〇社ミステリー大賞応募作品中に八条先生が再び偽名にて原稿をお寄せになったという形にいたしまして、もちろん映画かテレビドラマか全てが同時にリンクして動く形になっておりまして、ぜひ先生の玉稿を我が〇〇社にお預けいただきたく。賞金は出るのですか？もちろんでございます。栄えある第1回〇〇社ミステリー大賞賞金1000万円はもちろん先生にお支払いさせていただきます。他にもですね、他にも面白い、気に入りました。だから原稿は書かないことにします。先生そんな。私が書いた原稿よりあなた方のシナリオの方が面白い。ですからこの原稿は御社にお預けするにふさわしくありません。もとよりくだらなき原稿、無知蒙昧なる読者がいかにそれを棚に上げて自身が推理の限りを尽くしたかのような気分になるよう誘導するだけの打分。それを皮肉と気づき、人の子が自らの愚かさに苦笑する。そんな作品に書いたつもりが、まさか推理小説の扱いを受けるとは、我ながら文才のなさに呆れ果てるというものです。とんでもない。どうかお許しを。どうか我が社に玉稿を。金はいらぬが餌が欲しいです。餌？先生の飼い猫の梅干しの好きな猫ちゃんとの噂を。かしこまりました。至急最高級の梅干し詰め合わせを。一つずつ個別包装してあるやつで、一粒200円以上するものしか食べません。あれはやがて高血圧で死ぬな。キムチや辛味噌もよく舐めるし、舌のいかれた猫であること。この原稿は預けませんが、御社対象用に新しい原稿を執筆しましょう。ただし、私の名前では書きません。御社対象の推定投稿数は1000件以上。その中から私の匿名原稿を見事見つけ出し、その上でなお対象にふさわしいと思えたなら、その時改めて先々の話を伺いましょう。それでいかがか。ははー、玉稿を賜れるだけでも至極幸福に存じまする。あなたたちはいつもペコペコしていて実に面白い。だが今日はもう飽きました。お帰りなさい。人の子に会うのは実に疲れる。ははー、ご拝謁賜れましたことを深く深く御礼申し上げまする。疲れるが、たまには人の子の刺激も悪くない。定期的に人と会いなさいよ。ボケるわよ、引きこもってると。うむ、あやつらは実に面白い。たまに招くと退屈を忘れられる。それに免じ、気が向いたら原稿を書いてやることとしよう。そなたに土産も持ってくるそうだしな。何を餌って、失礼ね。餌であろうが、ほれ。先生、お客様がお帰りになりました。ありがとう。あれが目を覚ましたら教えてください。かしこまりました。何かお紅茶を入れましょうか。いえ、少し執筆をします。しばらく放っておくように。はい。
この世紀末にまだペンで書いてるの？物語はインクで記す。それが私の不変のルールである。インクで書いて同じものをキーボードで打ち直すなんてバカな二度手間だわ。ならばなぜ人の子は心の中で物語を描き、それをわざわざキーボードで打ち直すというのか。人の子の二度手間もバカバカしい。ならあんたは三度手間ってわけだわ。今のは面白かった。気乗りしないの？うまく書けぬ。人を楽しませる原稿とはめんどくさいものだな。何しろ普段人に読ませるために文字など書かぬのでな。あんた自分が何を言ってるのか一遍原稿用紙に書いてみるといいわ。何を書いてるの？さっきから。人の子に捧げる物語だ。どこの人の子？我に朗読を捧げたる巫女に約束した物語だ。ああ、まだ書いてたの。何を書けばあれは満足するのか、私にはもう、わからぬのだ。またあうあうが投げ出したわ。あんたはいつだって、勝手に物語を約束して。最後まで書ききれなくなって投げ出すのね。投げ出さぬからこうして悩んでいる。園児が望む物語は最初から一つしかないわ。一なる真実の物語か。園児はあの日に何があったのか知りたいと希望しているわ。それを煙に巻く物語をいくら書いたって満足するわけもない。一なる真実よりも私の物語の方がよほど面白いと思うのだがな。エンジェは面白い物語が読みたいんじゃないのよ。私はあの人の子にそなたのために物語を書くと約束した。だから私はあやつのためにあやつが喜ぶ物語を書いている。どんなに面白かろうと面白くなかろうとあんたが書くそれは全て幻想だわ。エンジェはそんなものを一切望んでいない。まだわかんないの？一なる真実の書は後ろ宮エヴァが記した。そして筆者はこれを誰にも明かさずに言った。私は物書きの端くれとしてそれを尊重したいと思うのだ。笑わせないで。物語の腹綿引きずり出して月見で一杯のあんたがそれを語る？真実などつまらぬぞ。いくつもの物語の腹渡を食いちぎってきた末の感想がそれ？そういうことでもよい。私は老いた。老いて最初に理解したのは知ることより知らぬことの方が貴重であるということだ。年寄り臭そうな話だけど付き合ってあげる。どういう意味？知ることと知らぬこと、この二つは不可逆的な関係だということだ。そうね。知らぬから知るに移ることはできても知るから知らぬには移れない。それを理解したとき私は知らぬことに宿る
処女性にも似た高潔なる純粋さを理解したのだ。私は退屈から逃れるために星の数ほどのゲームを、物語を、腹渡を引きずり出しては食らってきた。しかしいつも退屈が癒されるのはほんの一瞬で、その儚さゆえに私は個々の物語を軽んじてきた。そうね、猫を喰らえばお楽しみは一晩でおしまいだわ。でも生かしておけば、やがては悪態をついたり皮肉を言ったりするようになるかもしれない。そうだな、勝手に貸し棚を漁ったりベッドに忍び込んできて暑苦しいのもなかなか愉快なものだ。私は一つの物語をもっともっと深く長く楽しむことができたかもしれない。退屈から逃れるために星の数の物語を食い尽くしてきた私は、そもそも初めから物語を食らってなどいなかったのだ。ただ殺していただけ。結局はそれが私をも殺すのだ。ベアとのゲームだって腹渡を引きずり出そうとしたじゃない。答え合わせを希望しただけだ。物語の紡ぎ手であるベアトリーチェには敬意を表する形としたつもりだがな。そうね、わかんない奴にはわかんない。うまい朗読だったと思うわ。エンジェが真実を知ることと知らぬことと、どちらが良い物語となるのか、正直なところもう私にはわからぬ。だからそなたに再び軽蔑されることを覚悟の上で、私はこの物語の続きを書くことをやめようと思う。やめてどうすんの？私は書かぬ、記すだけだ。後ろ宮エンジェが自ら紡ぐ物語をな。またそういうことをするのね。私は真実を知らぬことをあえて選ぶ方が高潔であると千年を生き飽きた末に思う。しかし百年も生きぬエンジェにその価値観を押し付けるのも酷であると今理解した。だからエンジェに委ねようと。そうだ、それを私は淡々と記す。エンジェに委ねるということは、もうこの物語の向かう先は半ば決まったようなものだけど。そうなるだろうな。それでよい。私が記すどのような物語よりも結局は人の子が自ら紡ぐ物語の方が面白いのだから。なら、エンジェの物語に付き合ってあげたら？出番はもう作ってあげたでしょ？ふむ、私はこの物語にピリオドを打つ役目か。ベアとのゲーム風にもっとかっこよく言ってほしいわ。猫箱の腹渡を引きずり出す役目よ。エンジェが望むのだ。この書の封印は解かれる運命にあるだろう。エンジェは一なる真実に至り、一なる真実は猫箱の封印を開いて全てを白日にさらす。それをもってネットの海に無数にばらまかれた愉快なる妄想のボトルメッセージとかけらは全て海の泡となって消え果てる。あやつももうそのようなかけらには疲れ果てただろうからな。もうあの子も旅を終えてもいい頃だわ。引き受けようではないか。その旅に終着駅を与える役目を。先生、執筆中失礼いたします。何か電話なら断ってください。いえ、東野様がお目覚めになりました。ありがとう。軽食の準備を私の分も一緒に。かしこまりました。副賞要求、密室の定義は
内外からのあらゆる出入りを否定するものである。副消拒否。可能なる密室殺人の定義は完全なる密室の定義とは一致しない。チェーンが破壊後に修復された可能性、扉が破壊後に修復された可能性、壁が破壊後に修復された可能性、俺の密室にはいかなる修復も存在しない。本当に楽しいですね、バトラさん。悪いが、今はお前と遊んでる暇がねえんだよ。こちらこそ悪いですが、真実の魔女の同士エンジェさんの邪魔をさせるわけにはいきません。そういや、お前も真実の魔女だったな。なるほど、エンジェの先輩魔女ってわけだ。一なる真実、それこそが思考にして究極、それに至る全ての障害を打ち破ることのできる魔女こそが真実の魔女です。そんなにも一なる真実とやらが大事か。世の中には知る必要も価値もないものなんてたくさんある。エンジェにとって1986年にどれほどの意味があるってんだ。何もない。ないでしょうね。1986年に何があったってなくたって、1998年に生きるエンジェさんには何の変化もない。それが知ることの無意味さです。ですが一つだけ変えられることがあります。それは何だ。どう生きるかです。そうだな、人は知ることでどう生きるかを変えることもあるだろう。ならば俺は肉親として願う。エンジェが俺のゲームの末により良い生き方に人生を変えてくれることをな。知ることで人の生き方は変わりますが、それが良いものになるかは分かりかねます。世の中には知らない方が快適なこともたくさんありますので。電車の座席シートに生息するダニの数、水道水にまつわる不衛生な都市伝説、知らねえ方がマシな話はキリがねえぜ。一なる真実の書は確かにこの島で何があったのかをエンジェに教えるだろう。しかしそれを知って何の意味がある。12年前の悲しみが待つばかりじゃねえか。一体エンジェはさらにあと何年をかければ一人の女の子としての幸せを享受できるってんだよ。一体何年をかければその傷口は癒されるんだよ。エンジェはもう1986年の悲しみから解放されていいんだ。それが俺たち後宮家全員の願いなんだ。そんなの知ったこっちゃありません。真実こそ全て、真実こそ正義。中学の頃に誰もが一度はかかる病気だな。大人が隠すことをやたらと知りたくなる。それを暴くのが楽しいんじゃないですか。ああそうだな、大人の本はこそこそ隠れて読めたら楽しいんだぜ。そなたの青きくさびの全てを赤き真実によって否定する。そなたの提示する全ての方法でわらわの密室を破ることはできぬ。